アービング・ラム・ゼイワイルズは、アメリカ合衆国の画家である。女性の肖像画を得意とした。ニューヨーク州のユーティカで、風景画家のレミュエル・ワイルズの息子に生まれた。父親から美術を学んだ後、マサチューセッツの学校で学び、1879年から1881年の間は、アート・スチューデンツ・リーグ・オブ・ニューヨークで、ジェームズ・キャロル・ベック・ウィズや、ウィリアム・メリット・チェイスに学んだ。 20歳になってパリで美術を学ぶことに決め、パリではアカデミー・ジュリアンやアカデミー・コラロッシュで学び、人気のある肖像画家のカロリュス・デューランにも学んだ。2年ほどパリで学び1884人の春、アメリカに帰国した。ニューヨークでスクリブナーズ・マガジンやハーパーズ・マガジン、ザ・センチュリー・マガジンといった雑誌の挿絵画家として働き始めたが、すぐに肖像画家として 人気を得ることになった。1890年代に入ると、アメリカを代表する肖像画家の一人と評価された。1901年のナショナルアカデミー・オブ・デザインの展覧会に、女優のジュリア・マーローの肖像画を出展し、新聞などから好意的な批評を得た。政治家や上流階級の人々から肖像画の注文を受けるようになった。ウィリアム・メリット・チェイスと同じように、 美術教師としても活動し、1895年に父親と夏の野外絵画教室を開いた後、野外絵画教室を開き、ロングアイランドやニューヨークで個人美術教師も務めた。ニューヨークの美術学校の教師も務めた。アメリカ水彩画家協会やアメリカ芸術家協会のメンバーになり、1897年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの正会員に選ばれた。 チズム、ヒュー、エド、ワイルズ、アーヴィング・ラムジー。エンサイクロペディア・ブリタニカ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス。ありがとうございます。